皆さんこんにちは、増田由香です。この度朗読劇私の頭の中の消しゴムに出させていただくことになりました。このお話をいただいた前日にたまたま私の頭の中の消しゴムの台本を家でたまたまなんですけど開いて読んでて、パンフレットとか見て、あ、もう一度この作品に出れたらなって言ってた矢先に、次の日にやることになったよって話をいただいたので、自分の中で本当にすごいびっくりした運命的な体験だったんですけれども、いろんなさまざまな作品に今まで出てきたんですが、この頭の中の消しゴムのカオルちゃんっていう役が一番好きって言ってくださるファンの方がすごく多くて、また、このカオルちゃんの役をできることをすごく光栄に思っています。この作品は、人と出会ってその人を大事に思う、大切に思う、気持ちをまた再確認できる作品になっていると思いますので、ぜひ大切な方と劇場に足をお運びください。お待ちしています。